こんにちは、こんばんは、リチです。ミュークエ実況第123回ということで、今回はどっから始めてるの私は一体。アルディシャ襲来の方をやっていきたいなと思います。ということで、今回が貴族生ということで、ウォザが来てるのでそっち側の方をやっていきたいなと思います。ということで早速行きたいんですけど、マルジの方は今回もお休みになります。すみません。ちょっとデジのことも早ない。じゃあ早速行きましょう。ね、これはね、青木さんだと思う。ということで、ということで、アルディシャの方は終わって、オールスターじゃない、こっち、冬フェス、聞きたいなと思います。ということで、今回は、緑ゆいちが来てるので、そちらの方を聞きたいなと思います。で、その他に、呪い騎士シリーズ、ボスシリーズ、魔界シリーズの3体が出現率アップしているということなんで、呪い騎士シリーズがまだ一人を持ってないから、それもが出てきてくれたら嬉しい。ボスはあやくるだけか。
エコロはブヨクロおばあちゃんがあるから空で言えないけど、魔界は右二人、クロードとサロメ、ヤマだからね。あ、そうや。で、ウィッチのスキルがランダム対象に攻撃かける7の3連続属性攻撃を行い、与えたダメージに応じて味方全体を回復、回復付きなのね。で、リードスキルがミドル属性カードの攻撃力と体力を3倍にし、クエスト開始時の1ターン目のみネクスト不要を全て緑色にクリアする。3倍、あー、なるほどね。ハーピーの体力が3倍にちょっと 0.5%、 0.5 倍落ちる代わりに攻撃が 0.5 倍上がるっていうのか。これはウィッチ引いたらウィッチがリーダーなのかな。まあいや、ということでね、早速ブヨフェス10連で引きたいなと思います。いきましょう。はい、あ、うん、どれ、アスファールさん、ジュリア持ってる、ラフィナ、コーラ、ハッピー、しよう、マジか、本当になんかすごい運回ってきてない、これでフェスキャラ5体目になりました。どうもエリッチです。やったね、ユーリ、なんかレベルアップして帰ってきたよ一人。あー、呪い騎士シリーズは出なかったかよね。そうだね、出なかったね。でも緑ウィッチが出てきたので、それはちょっとありがたい。緑属性強化されてくるんだけど、これどういうことだろう。疲れてる私。え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。あれ、うち何しようとしてたんだっけ。あ、すっかり忘れたんだけど、あ、ちょっと待って。ということで、現時点でのフェスキャラが、なんだっけ、ちょっと見にくいよね、見にくいよね。でもごめん、ちょっとこうした方がいいかなと思って。え、こっちの方が見やすいかな。え、もう一緒か、サブの計5体、やったね。これ使ってないからね、ほんとこっち側使ってるか、もう一個の先の、まあ見せないけどね、デッキは。へへへへ。あ、ということで、あ、せや、ガチャ引いたからさ、ちょっとこのね、プレミアムチケットってか、チケットガチャ、それがちょっと更新されたね。そちらの方もね、撮影しながら引きたいなと思います。まずはシルチッチから。え、どう、あ、これ追加されたやつね。エーデリス、セリリさん、マジラス、マジセリリ、カトリス、チョウチョ、マジセリリ、グレイブ、アマダ、ジュラ。1体目、これが一番最新出たのが新しく追加されたやつだね。噛んだ。まあ、2枚、アイドーン、ギルフと、ちょっと待って、おかしいって、なんでジルフが2体も一緒に出てくるのって、おかしい、なんで。じゃあ続いてゴルチケいきます。7連、
メドーン、お、キングオブメドーヌ、モモ、ニック、レイト、ミラクル、トーマス、ゼロ、あ、出なかったね。じゃあ最後にプレチケいきますか。サーメンいきまーす。なんかわかんないか。でも、キングアーランサーモッツ、あれこれ何バート、キープロ、んキープロ、あれこっちだ、これはエーデリスとシープロ、さっきか追加されたのは当たったので、あとなんか一体いたよな、何色だったっけあれ、あこれかワハト、ワハト、ちょっと待って、ちょ花の貴族シリーズが当たったのと、あ、花の貴族シリーズだけか、一発目だけ、あれちょっと待って、ガチャの今現時点でやってるフェアフェスにおるんじゃなかったっけかな、なんかのろいきしシリーズ出てたマジか、こっちじゃなくてプレチケで出るかお前、あとということですな、当たりや新しく追加された、もう名前忘れた、もういいわということで今回はまたまたフェスゲンキャラが増えまして、なんかフェスゲンデッキができるな、これできるけどすごい属性バラバラだぞ、逃げて、全力で逃げて、ということで次回からは緑のリーダーが緑ウィッチになってるかな、ハービー親子ごめんになっちゃったまっか、じゃあということで今回は以上でね、終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。うん。次の予定な、もうなかった。見に行ったけど何もなかった。でへ。ではお疲れ様、最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。実況チャンネルはこちらのアイコンをクリック、実写チャンネルはこちらのアイコンをクリックしてそれぞれよろしくお願いします。この動画の再生数はこちらになります。その他 Twitter やホームページは説明欄の URL をクリック、また皆様のご視聴お待ちしております。それでは皆さんまた見てね。